さあ今回はこのゲームのねタイトルであるタイタンを使って敵を滅ぼしましょう。この惑星に、4人も降りるというね、狂気じみた狭さですけども、さあ前回味方があまりにも良かったので一応ノーマルにしまして、その分敵をね上げたので実質どうかなと。近いな、邪魔ですね。ちょっとね、味方が早いね、作るのね。降りた瞬間作ってるんだろうね、きっと。さあ、こいつです。で、タイタンで敵を蹂躙しようと思うんで、まあ、上級ボットまで行ければ十分できるだろうと。あ、いきなり空軍もやるんだね。へぇ。まず守備じゃない?これは。5もいらん。あ、こんなにいらないか。3機で持って十分かな。誰かが電気を作ると。で、1人最後のやつはここを支援し、戦力を作る。で、まず十分かな。おい、作ってそれ。OKOK。で、手伝うよっと。え、守備。で、対空をまず作ろう。さあ、持ってるね。ちょっと遠いんだよね。味方が敵の位置をね、把握してくれれば早いんだけど。これはもうここに軍を送ろうか。守ります。対空じゃなくて下置きますと、カメラ急に動いたけど敵の子じゃなかったね。で、君が行くんだよねと。対空したね。まあ、こいつもいるんでね、よっぽど安心だけども。で、まあ、味方の方は安全とは思えないんで、自分で守ろう。よし。これやるから、変わろう。さあ、支援してもらって、まずここ固めたいなと。まず対抗置いとこうか。まあ、あれ壊れちゃうと思うけど、一回ね。これで、次は倉庫。今回はね、通常の軍なんで、倉庫は別々ですよと。ここかな。で、リトライしてもらって、いや、終わったらまず、落ちるか。で、終わったらやってもらうと。よし、これで。次はレーダー。あと壁も置きたいね。多分衛星機動来ないと思うんで。あ、こいつレーダー置けないの。あれ敵軍だよね。嘘。もうそれでやってくれ、そいつを。もう、鎖国。早く閉めよう、こんなとこ。やられてるし。よっしゃ、じゃあこっち側に次作って。なんかここが取れましたね。あ、味方か。敵か。敵の色また似てるね。なるほどね。で、終わったら、作ってもらって、よし、まあ、これでまだマシじゃない。最低限度の守備だね。あと壁を置いちゃえばもう、余裕かなと。
全然止めれてないけども、まずタレット置くしかないか、いないから味方がメインでね、我々で守りましょう。いよいよパトロールするにはちょっと広いんだよな。やり方ミスったな、きっと。さあ金属のやつが一番前にあるんで、ちょっとね、壊されるよね。これ誰が作ってるんだ。もうちょっと作業ボット作ります。これ固まればもうあとタイタン級だね、いけるんじゃないかなと。ちょっと倉庫も欲しいけども、まあ作っている、君か、手伝います、手伝います。やられたんだな、そこにいたやつは多分ね、作ろうとしていたはずで、とりわけ金属の倉庫を作ろう。まずはてかないか、電気置けそうな場所もなかなかない、ね、さあ壁置いちゃいます。これでひとまず安心か。あとレーダーだね。うわ、下だいぶやられてるね。しまった、作業ボット死んだね。ちょっと送るかな。金属を入れ替えましょう。持たないかな、これ。ちょっときつそうです。壁作って取れさえよう。ちょ、分担しようかな。上に軍はいないんで、ちょっとここだよね。上位の軍をも展開するスナイパーを置こう。スナイパーはね、もう明らかに強いユニットなんで、コスト的には安いと。下耐えてもらう。対空の意識がね、強まるようにいけると。で、金属が置き換えれば、せめて置き換えれば耐えられると。金属なし、電気なし。いや、まあこれなら食らわないはずなんで、理論上はダメージを。でこれ止まったからマシにならないかな、ならないか。いやー、きつい。2軍が上から来ようとしている。もうスナイパー置かなければならないね。さ、2機いこう。ちょっときついぞ下から送るか。まだ壁があるからね、大丈夫だろうけど。いやー怖いぞ。下安全か？下安全だね。置き換えは一応進んでいるよと。はい、ね、ナイスナイスナイス。まあ、ここもね、一人行かないといけないんで、終わり次第行ってもらいながら。上位電力を置きたいけども、3機動かせるとは思えないんで、これはちょっと大丈夫かな。コマンダを移しまして、ちょっと電気いこうか。でスナイパー置いたんで、まあ
大丈夫だろうと。工場今フル稼働してないので足りてくれるはず。ここ電気置きたいね。もう土地がないんです。これをひっくり返すタイタンが、もう出てくると。戦車か。多分スナイパーいるかな。味方死んじゃう。あれもう味方死ぬぞ。時間の問題じゃないか。よく見たらだいぶまずいです。金属は大丈夫。味方が死ぬもう数秒前です。あれやばい。これはちょっとタイタンを急ぎで。持たないかなあの子。ちょっと遅れ遅れ。も回復できるよね味方もね。できるはずなんで。ちょっとやばい殺される。まずい。あいつを守れ。回復しろあいつを。こっち逃げれるんならあいつも耐えれるけども、無理だろ。もう無理だもんねきっとね。逃げらんないと思うんで。耐えろ耐えろ。ここは正念場よ。ここがあ、行ってるけど。行ってるけど終わったね。あいつ終わったわ。よし。あいつが終わった前提で。終わったね。同盟が死んだと。我が軍の負担が増えると思います。ここだけ。いけるか。間に合うかな。てか敵、どこで作ろう。ここだよね。急げ。エネルギーはタイタンに集中。空軍が怖いな。あ、ここにいた軍を送ったのかな。あ、まずいな。まだまだそこで。誰だ、直せですか。金属壊れてはないけど、あれ置き換えは済んだようだね。終わってる。やってんじゃん。ラストか。さあ北からもうがっつり入ってきてる。やばいやばい。まずいまずいまずい。破られそうです。逃がすかこれは。ちょっといやまあまあ2個来るもんね。ちょっと味方なしで効率上げてやってみよう。ここ狭すぎたね。そして守備にはいいんだろうけど、味方とのちょっと協調に完全失敗と。集中集中。一応できたんで一気ね。効いてきてると思う。ここ攻め込むよと。よし行け。もう行け。行くしかない君は。はい、おおいいね。ナイス。いい地域だ。あの工場をどう守るんだ。で金属だね。ずっとないんだね金属が。あの味方の方に行ければ全然いいんだよね。
伝え伝え伝え、集中集中、集中いけ、もう全員範囲攻撃しよう、狙いなんてないと。繰り返していいよ、別に穴を作らないなら持つはず、うちのエネルギーはそんだけあります。誰かでも壁作りたいな、上に壁作るミッションやってきて、直して直して、それすぐに直していく。ちょっと工場を作ります。戦車工場、あれタイトなね拠点作りしてますから、耐えられます。よし、もう壁をもう作りまくろう、とりあえず壁があるだけいいと。もう死んでもいいから死んでもいいから作ります。はい、攻められ続けてるね。手伝ってもらいます。いよいよ、これどこに送ってたっけ、まあ、この辺でいいか、繰り返し。これ作ります、送ります、 OK よ。ここちょっと取り戻そう、我々の領域に。あ、いいねいいね、味方言ってくれたわ。この子は、いやどうしようかな、ここ持つと思えないんだよね、とってもね。まあ、軍送るんでお願いしますよと。よしよし、ネクストタイタン欲しいけど、置きに行こう、ここにまず4つ置きに行くのと同時に、なんかいないかな、壁作ってるけどちょっと辛そうだね。引いて引いて、壁辛いも軍ですけど、そこ対応も軍です。いや食らっちゃうか、一人やられたね。じゃあ下に送るしかないかな。安い、あいつどこ行った、おおいいぞいいぞいいぞ、いけいけ暴れてしまえ。コマンド OK、 上級ボット工場2の前に対空だね。おナイスナイスナイス、勝手になんか死んだぞ。オッケーオッケーオッケー、やれすべて滅ぼせ、いけるいける、第2機を作ろう、急いで。ちょっとあんまりリプレイだとでちゃんと見よう。まあでも1対1ならね、2対2をしのいだわけですから、我々が、いや私です、私愛でしかない、ウィーではないね。遅いって、早く、あ、よし、オッケーオッケー、あ、やばい、おー、危ない危ない、おぶね、まあよくないけど、うわー、オちょっとパトロリチェーン行こうかな、あと取り返して、まだできない。あ、壁半。あ、ゼウス。まずい。タイタン返されてる。格よりも逃亡です、これは。あ、まずい、これは。やられたね。これは死にます。
あ、一体やったとこまでいいんですけどね。いやー、ちょっと効率上げるか。惑星変えようかな。相手こんな感じね。敵が死ぬ直前。あ、これだこれ。動いてってるやつで。ここね、ここ。でも各これ取ってってんのか。攻撃されてるけれども、ガンガン進んでいくと。各これどこに飛んだんだろうね。明らかに今落とするけど。上位ファブリケーターみたいな。あ、こう撃ってきたのがここに。なるほどね。一発は吸収してくれたんだね。こっちも開放的でいいな。コマンダー、死んでるこれ。あ、ここで死んでるね。どこに、あ、これ、ん、あー、わかんない。どれだ、これだな。こいつはこいつ。あ、これ核ではないのか、じゃあ。こいつがコマンダーで、これも踏み潰し終わってると。で、核は核でまた飛んでったんだね。これどうやって死んだんだろう、これは。こう言ってますと。停止してるけども別に止まってるわけじゃないか。空軍かな？当たんないもんね。逆にまとりつかれて押された感じか。これちゃんとこちらといえばね、まあでも無理か。体力的に厳しいね。さあ、タイタン蹂躙外傷されましたね。一体はもうギリギリの中でね、この辺かな。行きましょう。こっから再プレイでは無理だね。どっからやって無理じゃないかな。ここよくできたもんね、ここね。まあ味方どんくらい攻められていたのかと。ちょっと見てみるけど。まあ、ここに敵がいるから、まあ、真正面から受けてただけだね。なので、まあ、軍をちょっとね、入れてあげるべきだったから。で、上がもう完全に取られてて、横ら辺を作るしかなかったのか。なるほどね。はい、ここ。すべてが始まった時です。